ついにこの時が来た。闘技大会06番ラングラートラバサルモスバゼルギウスの討伐、ただの地獄だけどね、チャージアックスの使い手としてやらないわけにはいかない。負けられない戦いがここにはある。チャージアックスの装備がこんな感じで、デスギア S1 式で、武器はマガイマガドのチャークですね。入れ替え技が高圧属性切り、変形切り、カウンターフルチャージってなってます。カウンターフルチャージから超高打っていくって感じになるね。でスキルはこんな感じで、ちょっとこのアイテムがポイントで、チャークはね、このトラップツール1個持ってるんですよ。せっかくなんでこれを活用したいと思います。よし、気合い入れてこう。まずはバゼル君からいく。でキャンプ2に飛ぶんだけど、この飛んだ先に大甲虫がいるので、これを拾ってしびれ罠を作成しておいて、このしびれ罠ね、どっちラングラトラかバサルモスで使いたいんだけど、どっちで使おうかなって迷う。どっちか下りそうになった時に使おうかな。でここでボムボスガイドを取って、でね、この奥にね進んでいくと、もう一個環境生物がいて、これを使います。でも多分タイム重視の人とかは多分取ってないよね、これわかんないけど、タイムロスではあるかもしれない、ここ取りに行ったら。でもね、これがあるとだいぶ安定する。後々ジャンプ攻撃からのカウンターフルチャージ。バゼル君はね、もう総流頼みのところがあるから、なるべく早く乗りたい。おし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 、カウンターフルチャージして、超高。こんな感じでもうずっとこれを狙っていきます。嬉しい行動その1、ダラララララン。よし、いいよ、まあ割といい。横からだったけど、一番真ん中の爆弾以外をカウンターフルチャージすれば大丈夫。いい感じいい感じ。あぶなー、よっしゃ。待って、あなたいい子なんだね、バゼルくん。なるべく瓶当て、あ、もう送料できる。早い、これは早い。いいよ。で送料したらね、これがもう、これがね肝ですね。このここの滝にぶつけて420ダメージ、もうこれがねダメージ源です、主なもうこの滝頼み、バゼル君に関しては滝頼み。うわー、これ最悪、これ待ってればよかったな。普通の硬質だったらいけるかなと思ったけど無理だった。いいよ、ここら辺でもう怒ったらね全然攻撃ができないから、怒った直後ぐらいでね終わってくれれば一番嬉しいんだけど。あーどうしよう、もう隙がわからん。これもね、なんか怒るともうできないんだよ、カウンターフルチャージすると。なんか二段活用みたいな、爆弾の二段活用されてきて、カウンターフルチャージしても次の爆弾でボンボンボーンってなって、ね、死んじゃうんですよ。オッケーオッケーオッケー、スタンしてね、ここで終わりたい、終われ。よし、どう？でもちょっと怒ってから時間経っちゃったよね。どうなんだろうって思いつつ次に進む。タイムは見ないでおきます、見てもわかんないから。でキャンプ1に飛んで転がっていきます。でね、ボムボスガイドをね準備して、下にバサルモスとラングラトラがいるので仲裁に入りつつって感じでいきます。でここもね総流して、総流でダメージを稼ぐ作戦ですね。もう私は全体的にも総流頼みの感じです。使うもん使っていこう、生命の不思議。
スガエル置いて、あ、どうだろう、今爆発した瞬間見れなかったな。あ、でもラングラトラが倒れてるから当たったっぽい。でこれね、オムマスガエル当てると300ダメージぐらい与えられるんですよ。なのでね、これを2人同時とかに当てれると2人に300、300って当てれるからめっちゃいい。うわー、これ全然当たってないやないかい。てかラングラトラさ、体ちっちゃいから総流難しいんだけど、全然当たってない。当たってる当たってる。よし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 、これでぶつけて乗り換えます。乗り換えはこちらです。ラングラトラに乗って総流でね、これ攻撃しすぎに注意です。攻撃しすぎるとさ、なんか大技になっちゃうから、そのなる前に止めてラングラトラを操って操ってね、上に連れていきます。またこれもね、さっきの滝の作戦で溶岩にぶつけてダメージを稼ぎます。ここにぶつける、よし。でこれで300ダメージ、でかいでしょこれ。クエだからね、1人ずつの体力はそんなに多くないからね、これだけでも結構稼げる。あ、これ来た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 、このオナラタイム、うわこれ腕に当たってるか大丈夫か。あ、よし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 、ターン取れた。この辺で強行当てていきたい。うわ外れていく、2秒ぐらいしか当たんなかったけど、まあ体が小さいからしょうがない。あ、弱ってる弱ってる、いいよ。ここで、あーどうだ、よしよっしゃー、どうこれ、どうなんだ。でもなんか時間時計見るともう5分は過ぎてる。6分ぐらいかな。これかたくなに途中の画面、途中のタイムは確認しないスタイル。お、バサルがまたいた。でここで方向カウンターフルチャージ、当てていきたい。当てろー、ナイス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 。でここで、あーてか泥玉転がし先に投げればよかった。これさ、バサルってめっちゃ赤くなるまでカチカチじゃない、体が。だからね、泥玉転がしを投げるとね、体がやわやわになってくれるんですよ。水やられっていうのかな、水やられになると体柔らかくなんだよね。うわあ、いったい。あ、いつ泥玉転がし投げればいいんだこれ。潜ってる。罠置くか。罠にかけるか。瓶溜まってるしね。ここで、あ、でも下がってこい下がってこい下がってこい。おい、振りまくな。あ、撃っちゃった。私も私で。あ、まだドラタマ転がし投げてみた。どうだ、当たってる当たってる。柔らかくはなってるけど、なんかえ、めっちゃ潜らない。バーサルボスってこんな潜るの。よしよしよし、罠にかかれ罠にかかれ。私が罠の方に行かないとね。え、また潜ったんだけど、あ、弱ってる弱ってる弱ってる。あー焦る焦る、行かないでよ、エリア移動しないでよ。こっち来てこっち来て、ってか罠。どうしよう、でも手が止まらない。手が止まらないぞ。いけいけいけ、おおおお、やったー。どうだろう、なんかでもそんなに手応え感じない。あ、8分17秒やりました。 S ランク達成、イエーイ。いや最後焦りすぎだろ私。てか結局罠かかってないしね。あんなにさ、なんかドヤで罠を使いますって言ってたのにさ、結局罠使ってないじゃんっていう。いやー、罠にちゃんとかけてればなー。あとあれだね、泥玉転がしをもう初手投げるべきだったね。あれ、あそこでもだいぶ
ロスじゃない。これでよしとするか。今日のところは多めに見てやるか。なんかさ、勲章で闘技大会全部きれいクリアすると防具だっけかな、なんか作れるようになるんだよね。勲章はもらえないか、防具だっけ。ねえ、それもいつかやりたいなーって思ってるんだけど、私いろんな武器使えないからな、ちょっとそこが悩みどころではあるんですけど、いつかはやりたいですね。ひとまずチャーク対決は終わり。やばい、うんち来る。あー、お願い来ないで来ないで。あー、いいよバゼル君、いいよ。これで終わるでしょう。